米ドルに最大の脅威。こんにちは。米国経済解説経験 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです。世界で何かが大きく変わり始めています。ロシアとウクライナの戦争は相変わらず終わることはなく、そして今朝イスラエルがイランに攻撃を仕掛けました。東と西で分断の溝はさらに深まるばかりです。100年ちょっと前、派遣国がイギリスからアメリカに移行した際、全世界で大きな転換点が起きました。世界の流れそのものが変わったんです。派遣国が変わるということは は世界の秩序が変わるということです派遣国というのは早くて数十年で長くても100数十年で変わることから米国もそろそろ派遣国の座が奪われることもリスクとして認識しておかなければいけません我々投資家も直近数十年間は米国に投資しておけば正解だった思考停止して米国インデックスを買っておけば問題ありませんでしたしかしながらこれからは仕様目が変わりつつあるんです今回の動画はその可能性について探っていく物語となりますが ご理解いいたただきたいことは今日明日明もしくはは今今年来年来でで米国一極集中のスタイルが変わるわるけではありません今すぐ米国インデックスを売らないといけないというわけでもありません。直近の動画で解説しているリセッションリスクはグレートリセットとは次元が全く違います。リセッションは10年に一度ある株価の暴落について解説をしていますが、グレートリセットとは派遣国そのものが変わり、基軸通貨がドルから別の通貨に変わるという100年に一度くらいのスパンで起きるものです。簡単に 言うとリセッションは暴落してもまた回復する可能性はありますがグレートリセットはそうはいきませんこのグレートリセットを発動する近年最も注目されているのが米国の累積債務の爆発的増加による覇権国としての存続可否という内的要因とブリックスという外的要因ですそして2024年10月24日西側からも東側からも大きな注目を集めた今年のブリックスサミットが終了しました見る立場によりますが グローバルサウスの観点では非常に大きな成功を集めたサミットとなり、BRICS にとっては大変実りのあった会合となりました。なぜならまたしても新規で参入する国が大幅に増えて、規模が桁違いにパワーアップしたからです。今回の BRICS 会合では多くの国の首脳たちが集まり、米国を排除し多極化した世界の基礎を築くための幅広い合意に達することができました。この多極化した世界では一極集中ではなく、 みんなで平和に協力し、一つの国だけが派遣国として繁栄するのではなく、みんなで経済的、宗教的、軍事的に繁栄していくことを目的としています。もちろんこれはブリックスの建前で、これまで米国の一極集中に不満を持っていた反乱分子たちが米国に対抗するため、どんどんと集まっている状況です。ただ本日の物語に入る前にこれだけは申し上げておきます。多くの方はこのブリックスは単に米国に対抗するために単純に反乱分子が集 詰まっているだけで10年後20年後に米国を倒し基軸通貨ドルを完膚なきまでに破壊することが目的だという方がいます派遣国である米国を倒すこれだけが最終目標だという方がいますがそろそろ我々もこの単純で短絡的な考えから脱却すべきだと思っています今我々が目の当たりにしているブリックスサミットの中身そしてロシア中国インドの各国首脳が語った目的を理解すればそれは単に米ドル支配から抜け出す ととといいいう短絡的的な目的を遥かにに超越していることに気づくと思いますもちろんメディアではそのような奇抜な考えの方がもてはやされているのでこの目的をシンプルに言い続けていますがそろそろ彼らの真の目的を理解すべき時が来ましたそもそも我々が見ているのは日本や米国をはじめとする西側諸国のメディアくらいですこの西側諸国の主要メディアが作り出した BRICS のイメージというのは世界第3位の経済大国などが集まっているものの怪しい国々の 集合体だとといいいうイメージが強いと思いますその西側諸国が作り出した現影に洗脳された我々は中国が次のリーダーになれるわけがないインドはまだまだ1人当たりの GDP が低いから次の覇権国にはなれない。 このように考えがちです確かに一つの国だけでは到底無理でしょうそれは確かにメディアの言う通りですただこれらが集合体となって次第にこれら数々の国々が集まった時それはテロリズムなのか人類が求めていた革命なのかという議論です正義というのは正しいか間違っているかは関係なくそもそもそんな定義はどこにもなく力を持っている者が認めたものが正義なんです大量破壊兵器がなくてもイラクに侵攻して多くの民間犠牲を 問わずに圧倒的な軍事力で支配した米国は今の時代誰が何と言おうとも正義なんですベトナム戦争で他国の思想を一方的に間違いだと決めつけ自分たちの思想を押し付けるために実行した戦争も覇権国だからこそ正義なんですじゃなければ米国に脳を突きつける国が西側諸国にあってもいいはずですが誰もそんなことはしませんなぜなら米国は力を持っているからですただそろそろこのやり方にも限界が近づいていますその一番最初に 政治的的経済的に疑問を呈しているのがなんですその手段は米国にノーと口で言うだけではなく積極的に自ら自発的に経済発展を促進し積極的に平和を推し進める多国籍同盟を作ることで多くの国々が賛同しているんです西側諸国のメディアはここを一切報道せずに単なる反乱分子だと切り捨てていますがそんな次元ではないことは各国首脳が発言したことを見ればすぐに理解できます最初に言って おきますがメンバーシップでもひたすら申し上げているように今でも資産の大半は米国株に投資していますし BRICS プラスがすぐに覇権国になるとは思っていませんまた同時に BRICS プラスを崇拝しているわけでもありませんしかしながらここから大事なことを言いますが投資家ととして最も大切なことは ゲームのルールが変わったら、そのルールに従うということです。自民党が与党なら自民党に献金しますが、共産党になれば共産党に献金する企業が増えるんです。共産党が与党になることは99%ないと思いますが、支配者が誰かを常に見極め、データを分析し、正しい情報だけをつかみに行く努力はすべきなんです。これが投資というゲームなんです。実際 BRICS プラスはまだまだ米国の1カ国にも叶いませんが、多くの国々が魅力的だと 判断して集まっている理由はあるはずですしそれを我々は今のうちから理解しておくべきなんです米国が覇権国として鎮座できている最も大きな理由として基軸通貨米ドルがありますが逆にこの通貨を支配すれば派遣国に対立するための非常に大きな武器となります このことをまずは大前提としてご理解いただき、この後の物語を読み進めていただければと思います。物語は10月24日、ブリックスの年次サミットがあることを発表したところから始まります。そのあることとは13の新たな国がこのブリックスプラスに認められたということです。重要なことは13カ国という数字ではなく認められたという表現で、つまり入りたくても入れない国が未だにあるということです。そしてこの13カ国は公式パートナーとして認められ まししたたが主要メンバーーーでででははなく現時点ではパートナーとととて認められたということです当初、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの5カ国だった BRICS は、去年、エジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、UAE の5カ国が加盟し、南アフリカのヨハネスブルグで開催された BRICS 首脳会議で正式に認定されました。驚くべきことに、去年だけで倍以上に膨れ上がった BRICS プラスの加盟国は、今年新規で入る国はないと見られていました。それなのにもかかわらず、そこからさらに さらにに倍倍増とというか2倍以上上膨れ上がり合計ででカ国となったんですこれはとんでもないスピードでの発展速度となります。2022年、ブリックスはもともと世界経済に占めるシェアは26%と世界の4分の1くらいを支配するほどでしたが今では3分の1以上にまで加速している状況です。イラクやイラン、UAE が加盟したことで世界の原油生産量の半分以上を牛耳ることになったのも特筆すべき点です。この急速な拡大により内部投資 共同を維持するためにも今年の加盟はないと見られていましたが、それほど経済的発展という意味で、グローバルサウスの推進スピードについていきたいという国々の意思が見え隠れしています。それでも米国はこの流れを当然のことながら、よく思ってはいません。ブリックスはサウジを加盟国の一つとして発表したものの、サウジ国営メディアはブリックスへの招待はあるが検討中だという声明を出しました。また、このブリックスサミット期間中に、サウジは米国ブリンケン国務長官 と対面での会合を実施したことでサウジが両側から引っ張られていることが見て取れます実際のところサウジは当初ブリックス加盟にかなり前のめりになっていましたが米国がそれを引き止めて少し冷静になっているという状況ですまた今回のブリックスサミットではサウジからサルマン国王ではなくファイサル王子が王国代表として出席したことも王国の態度を表していますそれでは物語はこのブリックスの最も重要で危険な核心部分に迫っていきます動画の 途中ですが皆様のご要望にお答えして副業サポートを再開することになりました先月まで視聴者の方の投資の種線稼ぎに動画編集や YouTube 運用など副業サポートを行ってきましたがその中で1ヶ月で120万円を稼ぎ出した人が出てきたことが口コミで広がってしまいとんでもない人数の応募が殺到してしまいましたので募集を一旦締め切らしていました10月に入り準備が整いましたので応募を再開する運びとなりましたただ大変恐縮ですがすでに多数のキャンセル待ちの 受講希望者もいるため新規での申し込みは人数を限定して受け付けていく予定ですので少しでも稼いでいきたいとか本業以上の収益を生み出したいという方はお早めにご連絡願います応募人数に達しない応募は締め切らせていただきますやる気のある方に限定して素人から誰でもできる副業のやり方自宅にいながらお金を稼ぎ出す方法をレバナス一本リーマンチーム直々に伝授させていただきます申し込み方法は概要欄にある入力フォーマットから2分ほどで申し込みができますそれでは では動画の続きに入ります。この13の新規パートナーはアルファベット順でアルジェリア、ベラルーシ、ボリビア、キューバ、インドネシア、カザフスタン、マレーシア、ナイジェリア、タイ、トルコ、ウガンダ、ウズベキスタン、ベトナムです。 ここで興味深いことはアジアから新たに4つの国がパートナーとして認められたということです。マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナムは現在南シナ海での中国と台湾の緊張があって急遽動いたと報道されています。これら国々の新規参入は公式にはサミット開催中に行われたわけではなく今後年内にロシア議長国がそれぞれのパートナー諸国と協議し BRICS 加盟を正式に決定する見通しとなっています。そして全ての国々がこの BRICS に加盟できる わけででではないといととうののも今回のサミットでわかったことですその中で注目を集めていたのはベネズエラでブラジルの使節団によるとベネズエラはこの13カ国のリスト加盟から除外されることとなりましたこれはブラジルの拒否権が発動したことが理由ですブリックスのさらなる発展として最も大きな障害はグループ内の内部統制ですブリックスは世界第2位と第3位の経済大国としてまた世界最大の面積を誇り豊富な資源を保有しているロシアをはじめとして それぞれが軍事大国でもあることから内部統制は今後非常に重要な鍵となります前回のブリックス会合ではブリックス議会の設立が発表されましたグローバルサウスといえども民主主義を重んじるゆえに多くの国々が集まっているからこそ議会で物事を決める必要性がありましたがこの内部統制は現在大きく欠如していると言っても過言ではありません個人的にはサウジが加盟するかどうかとか米国からの邪魔が入るか以前にこの内部統制が今 今後加盟国拡大に大ににきなな障害になると考えていますロシア大統領補佐官によると、BRICS の首脳らは13カ国の参入に合参院を出したが、加盟するためには彼らが本格的なブリックス加盟国としてどのように強調するためにどれくらい準備できているかを話し合う必要があると述べた。このロシア大統領補佐官は、将来的にブリックスの加盟はパートナー国に対する一定の基準を確立することで実現すると述べた。ブラジルの外務大臣は BRICS の主要加盟 加盟国はもうすでに今後ブリックスに加盟する国々のガイイドラインや基準を設定しししたたと発言しました今回の議論は将来のブリックス拡大のための基準と原則に焦点を当てた。現在加盟国は10カ国だが将来的にはさらに増える予定だ。これがここ数日シェルパ主導の私たちの主な任務だった。新メンバーのリストについては近日中に協議を開始する。ロシア大統領府は各現加盟国と協議し、加盟国を発表する予定だ。 年末までにできなければ来年になり責任はブラジル大統領に移るだろうと付け加えた。期限は若干曖昧なところで今年になるのか来年まで持ち越すのか曖昧にされていますが確実にこれら共産国と協議の場を持って BRICS への参入の可否を決定すると言っています。特に異論がなければこのブラジルの外務大臣はこれら13カ国は新たに BRICS の加盟国になるんです。これら13カ国を含む BRICS が誕生すれば32億人という巨大 連邦国家が生まれることになり米国の3億人の10倍の規模欧州の4.5億人の8倍の規模にまで膨れ上がることになります物理現象として質量が重くなればなるだけ重力は増大していき周辺の物質をさらに引き寄せることになるんですこれだけ巨大な連合体になればさらに多くの国々が加盟することは間違いありません米国株に集中投資している我々もメディアが報じないからといってその巨大連合体の存在 そして脅威を無視することはできません場合によっては乗り換えるということも必要になってきますがそれでもそれは今ではありませんだからといって米国株に集中投資していれば問題ないというのも正解ではありません世界株インデックスの VT に投資していれば大丈夫この考えも正解ではありませんなぜなら世界株インデックスのポートフォリオの大半は米国だからですその時は着実に近づいてきており必要なタイミングで必要な判断が迫られることに になるんですこのブリックスの動向についてはシリーズものとして追って最新情報をこのチャンネルにてアップデートしていきますチャンネル登録をされていない方はぜひ今のうちにしておいてくださいなぜならこれからの物事のスピードはこれまでのものとは次元が異なってくるからです皆さんはこのスピードについていけるでしょうか本日の動画はここまでここからは有益な投資関連の情報に関してお伝えしていきますが世界の有料なユニコーン企業に投資できるファンドの非常ッ .com も現在を 多くの方が我先にと投資家登録を急いでいでます。これは去年もやった大人気企画ですが、非常上場だけど、誰しもが知っている、急成長中のスタートアップ企業に投資できるプラットフォームです。投資先の企業は行ってしまうと殺到してしまうため、今は言えませんが、これからの時代を切り開く企業に上場前の段階で投資できる、またとないチャンスです。前回この企画を実施した時は、宇宙分野のこの企業に人気が集まり、応募するだけは無料ですので、非常に高い倍率での 応募となりましたが今回もそれ以上に待望されていた企業がたくさん入っています無料の簡易登録は5分でできますのでこれからの時代の先駆者となる企業を見ることができますそしてもう一つプレゼント企画がありますそれは不動産クラウドファンディングの小槌で概要欄から投資家登録をするだけで2000円の amazon ギフト券がもらえます投資家登録は5分で終わりますので5分で2000円をもらっちゃってくださいもし不動産クラウドファンディングに興味があって投資すれば5万円以上ももらうことができますどちら こちらも概要欄にリンクが置いてあります今回の動画もちょっとでも良かったと思っていただいた方は高評価いただけると嬉しいですまたまだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録および通知ボタンの設定をいただければ米国株投資で重要な記事を 速報レベルで毎日無料でご視聴いただきます。補足ですが、ちょっと複雑で理解できなかったという方、もしくは文章で理解を深めたいという方は、日々の動画の内容をノートの文章に落としています。興味があるという方は、概要欄のリンクからどうぞ。エンディングでは、レバナス・イッン・リーマンからの特別限定動画のプレゼントに関しての案内となります。動画のタイトルとしては、米国株はガチ保するな。大物投資家が衝撃の警告という内容に関してです。実際この動画は先週出そうとしていま ましたが動画公開前に動画が削除されてしまいました Google から衝撃的すぎて youtube では公開できないと判断されたようです真実である一方誰も報道していない内容についてです米国株投資をしている人は必ず見ておかなければいけない内容を解説していますぜひとも真実を一人でも多くの人に知っていただきたいためこの動画を見逃さないようにしてくださいこの動画をご視聴いただくには youtube では公開できないため w e ィー l ル証券の口座解説をしていただき少額で経 結構ですので1回の取引をしていただければこの特別限定動画をプレゼントさせていただきますなお今登録して初回入金するだけで全員に3000円がもらえます詳細は概要欄にあるリンクからご確認お願いします